今日もなにかヒロでジャスティスです。そして僕たちがドリンクの始まりアイドルリアルピエルリアルピース。お願いします。はい、ホットチームリアルピースコラボ久しぶり。お久しぶりですね。ということで、今回リアルピースさんと2回目のコラボでございます。僕たち今コラボウィークというものをやってるんですけど、もう嬉しいです正直。その初めてコラボしたリアルピースさんとこうやってまたコラボできることが、いや俺らもめっちゃ俺イメージできるからね。確かに前も起こしたんだよ。逆によくノコノコとこれ前のも送られてて半端なかった。いやもうトラウマ植え付けたからちょっとコラボ拒否られるかなと思ったんですけど、ちょっと拒否論が考えたけど、いやでも今チャンネル登録やすめっちゃ多いし、はい、しようかな。めっちゃ嬉しい。僕たち初コラボだったんでめちゃくちゃ緊張してて、めっちゃ緊張してもううちの豪輝よしきなんかは、はい、もう何も撮れなくて残せなかった。あ、でもなんかちょっと変わった。あ、本当？リアルピースさんとのコラボで覚醒しました。あ、もう、そうなんですよ。何もできなくて悔しくて、そっからもう筋トレめっちゃしてます。という感じで今回はコ、はい、リングをまず皆さんとやりたいんですけど、はい、今回じゃあ最初企画を発表したいと思います。はい、本日の企画はボーリングのピン倒した分だけ寿司を食え。ということで、まあ簡単です。ボーリングのピン1ピン倒せば相手チームに寿司を1個食べさせることができるんだ。サービスよ、サービス。そうです、はい、けど途中から地獄に勝つけど、いや、無理だから。でも今回は僕らごてまぜになりまして、考えてみて、ジャスティスさんとリアルピースで分かれて対決した場合、ジャスティスさんすぐ勝ってあんまり相手にならないんだ。ちなみにこっち結構ボーリング安定して200いくの結構多いんです。キー最高スコア269。ライオチームとカズオチームに分かれたいと思います。ライオチームの人が誰？はい、ライオチームが翔太、キユ、ヨシキ、ライオ、カツオさん、ナオさん、行きたいと思います。じゃあ一回こっち来ますか、ナオさん。はい、もう分かれたんだよ。あ、ナゴのめ。で、こちらがカズオさんチームが、ナオ、ゴウキ、リュウシ、コウタさん、コペさんと。俺らのチームワークやべえから。すごいチームワーク。もうチームワーク、もう言葉決まってますもんね。カズチームいくぞー。せいやー。せいやー完璧。完璧、完璧。前回残せなかったからせいや一番大事。声張る、声張る。せいや、せいやいいだな。カズチームで早速やっていきましょう。それでは任務へレッツゴー。はい、ということで僕たちは投げるチームでございます。僕はダメだよ、あっちスタートっかいじゃん。あこれで課長はしてる。俺とコメの弱さを押さえた。まだ2回目ですね、コラボ。僕たちも知ってます。下手くそであろうよ。で、今回相手チームに食べさせるって言ったんですけど、ガーターした場合自分のチームに犠牲になる。マイナス5というガーター。やべえ。いや、てかもうあっちの方がなんか強い人強そう。確かにチーム分け間違えない。なんかコウタさんめちゃくちゃちっちゃく見えます。なんかちっちゃく見える。まあ、という感じでもう早速やってみますか。はい、俺ら先行でいきたいと思います。はい、ということでこちら空側なんですけど、はいはい、皆さんどうですか。じゃあ見た感じいける。余裕でしょ。こちらのコウタさん全部頼む。あー、らしいね。頼む以外からこっちは頼むから。作戦あるから。あるね。あるの。あ、こっち作戦ありますよ。はい、翔太1点張りです。翔太が125いきます。ワンチャンいきそうだよ。カズーさんのボールらしくもの数字見たんですが6とかでした。なんでもうこれはもう勝ち確定ということで、まあ頑張って、まあ、やれば上がるからね。まあこのまま頑張っていきますか。はい、ということで最初に僕行きたいと思います。はい、頑張れよ。ストライク取って右にいる3人15個食らしたいと思います。早速やっていきたいと思います。今回で僕のターンではマグロでお願いします。おはい、じゃあ行ってきます。いただきます。はい、イエーイ。ということでアイスチームマグロ15個。おい、大丈夫。ということでもう食べ始めちゃってください。食べれ
嬉しいわ。間違いない。腹減ってたから。腹減ってた、腹減ってた。ちょうどいい、ちょうどいい、ありがとう。はい、じゃあそしたらもう次、カズさんチーム誰いきますか。俺がいいよ。未来がストライクしか見えねえ。カズーさんだけなら余裕だ。あ、違いますよ。また5個いくわ。ストライクがガーターしかねえから。いや、じゃあ、うまい。ということで、ライオンチームの3人も15個マグロ。やっぱ持っていくから。いいですね。僕たちチーム、課長さん行きましょう。今、嫌だな。ストライク、ストライクじゃん。いや、俺も緊張してる。中に行って切っちゃった。え、どうしたんですか。寿司の出来は何じゃん。いや、卵に、卵に。卵に、卵。続いて、卵になります。じゃあ、課長さんお願いします。ありがとう。よし、力こそパワーよ。さあ、課長さん行こう。行くぞ。じゃあ続いてゴーキお願いします。行きまーす。じゃあリプレイスマー一旦ストライクで落ち着かせます。またここでハードが出てきた。行きます。まあまあまあ、それでゴーキ7ピンなんで7個卵を食べてください。1はやばい。6個最初もう6個やばい。分かるよ。早く早く早く。黙っとけ黙っとけ黙っとけ。はい、じゃあ続いてヒュー、どうしますか。じゃあエビで。大丈夫、さっきみたいにカーブかけてガンタとかダセーから大丈夫だよ、普通で。じゃあ行きましょう、コメさんお願いします。お願いします。集中していきます。はい、負けないもん。はい、負けないもん。かわいいって言ってるから、全然食べる食べる。かわいい、かわいい。私、そっちちょっとチームワークいいな。本当にチームワークやばいよ。だって、キルがガーターした時、ナオさんのかわいい、とんでもない。次は渡してください。ということで、もう投げる2周目いくんですけど、はい、今までは今、一品倒したら1個だった。はいはいはい、次から一品倒したら1皿でいきたいと思います。はい、じゃあ2個って2倍です。だから、ストライク出したら15皿分なので、はい、30個食べてもらいます。ということで、ストライクで30個食べさせたいと思います。はい、ということでカズーさんチーム7皿食べてください。はい、じゃあ次カズーさんお願いします。これガターでもマイナス5皿になるから。もうやばい、マイナス10。やばい、やばい。行きましょう、お願いします。あー、危ねー。はい、ということでライオンチーム食べてください。どうですか、ちなみに今。ちょうどいいよ。もういらない。すげえな、お腹空いてるから俺の子早く。さっきまであんな煽ってたから、もうお腹いっぱいって感じ。じゃあ続いて、課長さんお願いします。9ピンでしたので、ライオンチーム食べる側は9皿分お願いします。
なんでお前らそんなとこどうでもいいよみたいな。俺はなんで食べてんだよ。とりあえず食べてて。はい、という感じで続いてキエコお願いします。はい、どうしよう。いや、さっき申し訳なかったんでさすがにストライク出します。ちっちゃくなった。ほぼ顔だけの。大丈夫だ、もう。
俺が座ってくださいって言われたから、ちっちゃい声で、いや、これが面白いって言ったんですよ。さあ、だんだん面白くなる。でも、そういうことで、早速僕言いたいと思います。30個食わしてやるからね、お前ら。どうしましょう。じゃあゴーキー一番左端の一品だけ倒すことできたら、もう残り物全部うちチームが食べる。はい、でもしガーッと上がった場合は残りなおが全部食べる。オッケー。え、いいよ。左一品だけ一品で倒せる。オッケー、いけるよ。よーゴーキー出していこう。プラス5じゃない。プラス5マイナス3。だからプラス2でそっちが出る。めちゃくちゃ楽しかったです。コラボウィークはまだまだ終わらないので、最後まで見ていただけると嬉しいです。リアルピースさん本当にありがとうございました。それでは次回の動画でバイバーイ。